ご教化に世の人に施すのみの功徳ぞと思えば我に帰るなりけり世の人に施すのみの功徳ぞと思えば我に帰るなりけり仏流街道日蓮聖人お示し遊ばされましたご教化でございます。このご教化はご信心で積ませていただいた功徳を自分だけにとどめず他の人たちに振り向ける、その振り向けた功徳はやがては自分に返ってくる、そのご栄光の大事をお教えいただくご教化でございます。ご教化を再拝いたしますと、世の人に施すのみの功徳ぞと思えば我に帰るなりけりお示しでございます。7月8月はお盆の月でございまして、ちょうど今8月のお盆、帰省中の方も多くいらっしゃるかと思います。そういった中でお墓参りなどをなさったり、何かお盆の法要があったり、そういったものにお参りをなさる方も多くいらっしゃいます。妙心寺では8月ではなくて7月にお盆総栄光ということで、今では教区王校武王校にそれぞれ編集する形で教区の先輩方のご栄光、あるいは皆様のご縁のある方それぞれのご栄光をさせていただいているという形で、このお盆のご栄光させていただいております。このご栄光ということでございますけれども、字のごとく回る向かうと書くわけですけれども、そもそもこの栄光というのはどういうことなのか、もともとの意味はこの栄転趣向というものでございまして、ちょっと難しい字でございますけれども、もう字のごとくでございます。回る、転がる、転じる、赴く、向かうということで、言うなれば功徳を振り向けるということでございます。回る、転じる、赴く、向かう、この栄転趣向をこうギュッと縮めたのが栄光というものでございます。このご栄光でございますけれども、お盆のご栄光、あるいは、来月は秋のお彼岸秋季総栄光、こういった亡くなった方へのお弔いのことを、我々日頃ご栄光ご栄光と言っているわけですけれども、もちろん亡くなった方へ功徳を振り向ける、これも大事なご栄光ではありますけれども、仏教のご栄光というものは何も亡くなった方だけではないと教えていただきます。そもそもこのご栄光の意味というのは、申し上げた通り、誰かにですね、どなたかにご本尊様を通じて我々が積ませていただいた功徳を回し向かわせると、転じる、赴くというものでございます。で、回るわけですので、その振り向けた功徳というのは、主には亡くなった方に届いた後回るので、最後ご栄光させていただいた、志を立てた方に戻ってきますよ、
そのことを教えていただいております。そしてその御栄光の相手は亡くなった方だけではないと。皆さん、妙高一座の第5弾というものはなかなか今はもう拝見する機会がございません。昔は教皇校で妙高一座無始以来から1段2段3段4段5段6段そして7段で8段の本題というような形でもうずっと拝唱してからお換金、とても長い時間のお香だったんですけれども、今ではさまざまな事情がありまして、少しこの妙高一座の中では省略をさせていただいております。もうこの第5弾というのはもう拝見する機会がほとんどございませんけれども、この妙高一座の第5弾は回向壇と呼ばれるものでございます。願わくは樹実苦笑したてまつる本地本邦の栗木をもって崩壊軍令陸特約物価もない、ここからバーッと続いていくんですけれども、ちょっと難しいんですけれども、今申し上げたところが我々が日頃ご栄光ご栄光と使っております亡くなった方、亡くなった方にご栄光させていただくという部分なんですけれども、この回向壇で教えていただくのは亡くなった方以外にももう2つですね、功徳を振り向けるべき方々がいらっしゃると。2つ目は門流自教者の面々と、この回向壇には書かれておりますけれども、どういうことかというと同じご信心をしている我々ということでございます。このことを同心の人と言ったりいたしますけれども、同じご信心をしている今生きている方々に功徳を振り向けてくださいと、同じご信心をされている方が信心増進をして、信心にこう懈怠がないありませんように、信心が下がりませんように、痛い同心でご奉公できるように功徳を回し巡らせることにはですね、校内祈願描写の面々と、闘病併癒病息消滅とありますけれども、特に病気で困っている苦しんでいる方には方に功徳を振り向けてくださいと、このように回向壇ではございます。もう言ったらこれはもうお授業でございますね。お授業ですから、我々が日頃させていただいているお授業、病気の方がいらっしゃる、何かトラブルを抱えている方がいらっしゃる、その方のためにお換金をさせていただく、これも広い意味で言えばご回向である。そうですね、自分のためでなくて生きているどなたかのためにお題目を唱えて功徳を積んで、それを自分のために向けてませんので、ご本尊通じて病気で苦しんでいる方、トラブルを抱えている方に回し向かわせているわけですね。ご回向すべき対象の2つ目は同じご信心をなさっている方、特に病気で苦しんでいる方。そして3つ目は一点視界回帰妙法午後百歳中高千ルフ無料断絶と回向壇には書かれてございます。これはもういつもお香やお授業などで言上させていただいているものでございますけれども、一点視界回帰妙法というのはお祖師様のご祈願、祖願というものでございます。もう端的に申せば世界中の人たちがご信心ができますように、お題目をお唱えできますようにというお祖師様のご祈願、祖願。そしてこの教えが未来永劫途絶えることがありませんように、脈々と受け継がれていきますようにということでございます。すなわち3つ目はまだご信心をなさってない方々、ご信心にお出会いできてない方々に功徳を振り向けてください。これはすなわちお釈伏お経家ということでございます。我々が消防記入のご祈願をさせていただく、
まさに身を信じてやっている菩薩の祈りでございますけれども、血縁者の方でそれこそ何かトラブルを抱えている方、ああご信心したら、その問題解決するのにな、いい方向行くのにな、なんとかあの人ご信心お寺に来れないかな、お寺に来れますように、ご信心ができますようにということでご祈願をさせていただく、教家成熟商会もそうでございますけれども、お教家も自分のためにお題目を唱えているんではない、まだご信心にお出会いできてない方に対してご本尊様を通じてその功徳を振り向けて少しでもご縁ができるようにご奉公をさせていただいているわけでございます。それもすべて言うなればご栄光であると、この御代小路さんの栄光団で教えていただくのは、日頃させていただいている亡くなった方だけでなくて、同じご信心をされている、特に病気で苦しんでいる方、そしてまだご信心にお出会いできてない血縁の方々、その方々に功徳を振り向けてください、回し向かわせてくださいということを教えていただいております。そのようにしてご教化の通り、世の人に功徳を施したならば、この世の人というのは亡くなった方だけではなく、同じご信者さん、血縁の方、施した功徳は全部我々に返ってきますよ。すなわちいつもご信心で教えていただくところの、彼も喜び我も喜ぶ、彼も助かり我も助かるという、まさに仏教そのもの、法華経の教えそのものの実践がこのご栄光であると。ですからご信心をさせていただいて先祖の供養だけしていればいいのではない、それはあくまでご栄光の一部分でしかない、本当に功徳を振り向け、より大きな功徳を、より大きな功徳を積ませていただくには、お助行も大事です、お教化も大事です。そのようにして広い意味でのご栄光を実践させていただくことによって、大きな功徳を積ませていただくことができる、それが本来の仏様の教え、仏教の実践であるとお示しでございます。開道上人のご指南を拝見いたしますと、ご指南には、我らのご奉公を栄光第一と心得よ、苦笑も聴聞も方々を責むるも栄光せよ、うんぬんと、このようにお示しでございます。我らのご奉公栄光第一と心得よ、ここだけ伺ったならば、あ、亡くなった方の供養が大事なんだな、あ、仏教ではやはり亡くなった方をお弔いするのが一番なんだなと勘違いをしてしまいますけれども、開道上人はそのことでこの栄光第一とおっしゃっているわけではございません。今申し上げた通り、広い意味でのご栄光、亡くなった方だろうが、同じご信者さんだ、ご信者さんだけでなく血縁の方も含めて、世の人に功徳を振り向けるという意味での栄光第一、そのように心得てください。すなわち自分のために信心するんじゃないということですね。自分のために信心すれば、もちろん功徳も積ませていただけますけれども、より大きな功徳を積ませていただく方法はご栄光ですよ。自分自身がご利益をいただく近道もご栄光である。ですから苦笑もお題目唱えることは当然ですけれども、聴聞、ご訪問聴聞も自分だけのために聴聞するんじゃない、そのことを周りの方にお伝えしてください。方々を責める、自分が方々を気をつけるだけじゃなくて、周りの方にもしご信心のやり方間違っている方がいらっしゃれば教えて差し上げてください。このようにして功徳を自分に引き寄せるのではなくて振り向ける、結果大きな功徳が自分に返ってきますよ、それが仏様の教えであるとお示しでございます。どうか法華経のご信心をさせていただいている我々は、当然亡くなった方々をお弔いするご栄光、とても大事なことでございますけれども、本来の功徳を振り向け自分に返ってくるという意味での栄光はそれだけではない、お授業が大事です。
困っている方のためにどうかお題目をお唱えさせていただきましょう。お経家が大事、まだご信心をされてない方にどうか仏縁が熟するように、ご信心とのご縁が含まるようにご祈願をさせていただきましょうと、そのように他の人に振り向けることで結果大きな功徳が自分に返ってくるご栄光の大事をお教えいただきますご教科でございます。ゆえにご教科に世の人に施すのみの功徳ぞと思えば我に帰るなりけり。本門八本所見上行所伝本人下主の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。